このレビンね、こんな GTV のステッカーとかだってさ、いたのよ。おーおー、これすごいんじゃね、これこれ当時物マットか。すごいじゃん、象の鼻あるやん。あら、マットですって感じですね。今日も元気に動画を撮っていこうと思うんですけれども、本日もガレージアール本店に来ておりまして、車谷店長です。よろしくお願いします。暑い、死ぬ死ぬ、雲があってもよかった。そうだね、今日雲一つないね。快晴です。あ、最高の撮影日和です。はい、というわけでですね、例によってガレージアール本店で中古車紹介をしていくわけなんですけれども、トヨタはカローラレヴィン A86 じゃないですか。これやばくない？すごいね、これやばくない？どこでこんなの手に入れてきたの？ほぼノーマルやん。これすごいよね。ね、スポーツカー専門店ではあるけど、最近動画の傾向が掘り出し物出てきた感結構出てきたよね。なんでこんな掘り出し物ばっか出てくるんだろうね。ね、本店でのね撮影で86というと実は2回目。多分このチャンネルになってから初めてじゃん。そうだよね。初めてが A86 だったもんね。だって俺言ってたもん。うん、なんで松沢さんなのに俺は86撮ってんだろう言ってたね何のためにやってんだろうってまあそんな本店もですね、まあ、こういう変わり種をたまに置いたりするわけですよ。そこで登場したこの A86 カローラレヴィン、ちょっと今日はゆっくり見させてもらおうと思います。極上車の匂いがねするんで、じゃあ車体店長、はい、よろしくお願いします。お願いします。ババーン、というわけでこちらの86見ていこうと思うんですが、綺麗ねー、このレビンね。これレアだよね。ねー、これさ、いわゆる前期型だよね。そうです。パンダではなくて白なんだね、ボディはね。そして GTV ですね。いや、かっこいい。僕ね、86はね、レビトレだったらね、レビンの方が好きなんですよ。そうなんだ。そうなの。でも元々はってレビンの方が人気だったんでしょ。らしいですよ、当時は。トレノの方が人気なかったらしいですね。イニシャル D のおかげでもってトレノが人気になったんでしょ。そう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 。あそこでなんかあの逆転しちゃって、当時の人からするとって感じらしいですね。バンパーとかもすごいね。っていうかグレーだったんだね、白だとバンパーね。樹脂でしょこれ。そうだね、うん、ちょっとねこういう小傷ぐらいはありますが、あの40年前の車にこんなこと文句言っても仕方がないんでね。ヘッドライトもねガラスでしょうから、当然ビカビカでございます。グリルとかも超綺麗ね。こういうのって焦ないんだね。もそもそもさ、ね、うん、このレビンとかこの86を俺が基本見ないから、うん、この美しさがどのくらい素晴らしいのか正直よく分からない綺麗なことは分かると。そうね、これが壊れるのは知ってる。ああ、ドアノブですね。これ馬琴行くらしいんだよね。はいはい、はい、てか馬琴行ってた車を見たことがある。あ、何度も見たことがあるんですね、うん、もうダメです。もうダメですね。しかもさ、白くなるじゃん、もっと。この辺も綺麗だね。変えてんじゃん。なんかすでに行ったんじゃん。ああ、説、うん。まあ確かに周りのモールを見るとちょっとそんな気もしないでもないのかな。いや、たださ、こんな GTV のステッカーとかだってさ、いたのよ。バキバキになるよね。ね。ここも綺麗だよね。そうだね、その辺のモールとかもね。なんかそういうモールにさ、時代を感じるよね。これ86が83年で FC が87年だったと思うんだけど、 FC とかもね、前期はこういうモールついてるもんね。180だったらもんね。ああ、そうだね、確かに。で、時代ですよね。いらぬまあ、当時感出すんだったら欲しいんじゃない？今の時代はもうね、当時感がすぐっていうよね、もうね。そうね、あの頃のノーマルっぽく乗るっていうのは流行りですからね。今っぽくしまったらもうおしまいだもんね。そうだね。で、ホイールが、これはどこの何？渡辺じゃないってことは分かる。そうだね、それは俺も分かる。プロスポークって書いてありますね。タイヤはね、ゼスリ履いてるけど、14インチ、195の60の14。ムチムチですね。ムチムチですね。へー、ブレーキパッドも赤いのがフロントどうなってるんでしょうね。こっちも同じ真っ赤なパッド。なんかあの FC 用のねブレーキを流用したりとか結構定番だって聞いたことありますけど、リアの方がちょっとあれかな、深いのかな。てかフロント185だったもんね。リア195だもんね。ちょっとサイズが違うんですね。そうですね、 0.5mm くらい。まあタイヤは一緒ですけどって感じかな。いや、でもほんとね、こういうゴムモールピカピカよ。すごいよね。すっごい綺麗。無縁でお願いしますって見ないよね、この字自体はね。むしろもう無縁じゃないのないから。そうやな、無縁有縁ですからね。レギュラーハイオクじゃなくて、リア周りにやってまいりましたが、リアも綺麗。ここだけちょっと、ああ、まあ年月を感じる感じですね。白のなんかで塗っといてください。そうっすね。とあと、まあこの辺のねシールはもういなくなっちゃったんでしょうね。カローラレビンって書いてあるやつ ね。ただなんかこういうところとか結構朽ちてるイメージがあるんだけど ね、そういうのも全然ないかな。ほんのりこういうのとかはありますが、まあ気になるレベルではないかな。とこういうところに塗装のなんていうんだろう、これ割れてるとこからサビが出るんだね。そうだね、まあだからこの辺当てた時に一緒に行ったのかな、これ。ピクシポイント、マフラーも綺麗。
うわ、本当だ。どこのマフラー、どこのマフラーじゃん。純正じゃねえってことは分かる。ずいぶん出口は細いけどね。え、下回りも綺麗ですね。あ、爪折りもしてないんだ。あら、本当や。86ってなんかさ、すっげえ酷使されてて、20万キロ30万キロでまあまあボロボロだけど200万かなみたいなイメージあったんだけど、これは綺麗ね。っていうか今となったらその200万とか300万とかさ平気で言うような車になってしまったけど、もともとこれ先輩からタダでもらう車でしょ。そうだね。逆にその時代でこの AE86 乗ってたら、お前何そんなノーマル乗ってんのってバカねえのって言われてたわけでしょ。そうだね。その言葉に負けることなくこの現代まで生き残り続けたのが俺は素晴らしいと思う。確かに数々のいろんな車好きたちの荒波に揉まれながら逃げて生き抜いてきたんだ ね。 そうだよね。ちょっと車内見ましょうよ。車内こんだけ綺麗だったら中もすごいでしょ。ご会長じゃんじゃ、おーおー、え、めっちゃ綺麗じゃない。すごいね。やば、ええ本当に綺麗だね。いやちょっと欲しい、ちょっと欲しいけど、多分だけど俺の車5台分とかしそう。そんなにしないでしょ。嘘、僕のアルファ50万円ぐらいよ。525、250、まあしそう。まあこのね、小豆色の内装がね特徴的ですよね。ちゃんと機械式のメーターですね。かっこいい。もう親の顔よりイニシャル D で見たタイプのメーターですけど、これ金婚言うのかな、この車。言うんじゃねえの、さすがに。金婚聞いてみて。105キロ金婚確かに聞いてみたいね。すごい。ん、こういうのって素晴らしいことなんだよね。お、ベルトが、うん、いや普通ベローンって乗ってるから。確かに。おう、ピシッと戻るじゃん。すごいね。これ座面はこういう色なのか、なんかこっちだけ濃くてこっちが薄いように見えるんだけど。いや、そうじゃん。日焼け、日焼けしてるでしょ。そういうことか。こっちの色だよね。そうだね。まあリアシートの色は多分ね、かなりノーマルなんですよ。そうですね。これすごいんじゃね、これ。これ当時モノマットかな。これヤフオクで高く売れるぞきっと。こんだけさ、ノーマルに近い状態の86買って1個ずつ部品売ってくのやばいね。いや、そういう人いるでしょ。いや、まあいそう、うん、俺はいらねえとかってやつ。ダッシュとかって割れないのかな普通。え、割れるイメージあるけどね。だって車外のダッシュいっぱい出てるじゃん、割れるから。ノーダメっすよ。すごいね。ノブとかだってさ、こんなのしらっちゃけでさ、ギタギタになるやん、うん、ボリンって取れそうだけどね。ね、全然平気そう。ミッションもそんなグラグラしてないですね。全然でしょ。もうなんか入ってる感じが違うもんね、やっぱね。結構シャキッて入るね、うん、ハンドルもこれすごいでしょ。純正ハンドルね、うん、うん、ちゃんとなりますね。タバコは吸ってましたね。なあ、うん、まあさすがにね。もはやね、灰皿があることの方が珍しいんだけどね、現代。確かに。え、エンジンもすんなりかかっちゃう。おお、余裕のセル1です。え、全然元気良さそうじゃない、うん、全然元気だね。あらあら、え、ちょっと外で聞いてきていいですか。はいはい、どうぞ。節度のあるいい音してるじゃない。これ良いね。良いね。これ僕ほら今一応同じエンジン積んだ車乗ってるけど。ああそうだね。そうそう、まあ、あの僕の5バルブだけど、やっぱいい音するね。 NA はね、これ良いね。気持ちよく回る感じしますね。あ、ちゃんとね、 ETC もついてますね。窓切りですから。窓切りですね。オーディオもね。ドリンクホルダー、ドリンクホルダー。え、そんなドリンクホルダーあるの。ここさ、うん、あ、大丈夫なんだ。考えられている。おお、素晴らしい。高速でも大丈夫。これちなみにエアコンは効くのかしら。ああ、効いてますね。冷たいの出てるよ。ああ、冷えてるね。これさすがにあの令和の車ほどビンビンとは言わないけど、ビンビンはないけども、エアコンのガスをちょっと足したりしたら、うん、もっとギンギンかもしれないね。そうだね。 What is this? 何何何、 P が光ってる。何これ、フォークかなんかじゃないのそれ。P を押して、はい、ポジション。あ、ポジション、うん、いる。まあ当時の車なんで、そういうもんなんですね。ちょっとじゃあエンジンルームも見てみましょうよ。 あ、忘れた。今更ですけどシート違ったんですね。あ、これあのブリッド、セミバケが入っております、うん、ガチャポン、ご会長。おー、綺麗だよね。すごいじゃん、象の鼻あるやん。あら、純正エアクリーナーですよ皆さん。ラジエーターも純正じゃん。
い。美味しそうだな。本当だ。へえ、すごいね。こちらがみんな大好きイニディで死ぬほど見た 4AG でございます。 1600NA ですね。これ素晴らしいベースだよね。おもちゃとしては最高だねこれ。いやないですよこんなの、だってみんな捨てちゃうんだから。僕86多分ね結構 YouTube 昔から含めて撮ってきてるはずなんだけど、これがついてるの見たの2代目か3代目ぐらい。おすごい貴重、うん、直前で見たこれがついてるやつは織戸学さんの86だった。あ、やっぱそういうクラスの人の車なんだね。うん、じゃないとなかなかやっぱいじってある車が多いしね。すごいじゃんじゃあこの車。いやすごいと思うよ。よくこんな状態で残ってるねって感じ。値段上げて500万ぐらいにしとこうかな。あ、上げて500万ってことは、なるほどそれぐらいの値段なんだな。あ、今なんかヒントが出たぞ。ちょっとね、まあこの後価格も当てないといけないんですけど、まあ一応ね車高調上から見たらわかるかなと思ったら、あの上から見ても分かんなかったですねこれはね。あ、マスターシリカとかね結構アルミなんで白サビが出てきてますけど、ちょっと前だけなんだよね。そうね、リアがね、フォーシングですからね。あっつい。なに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 、どうしたの。膝、膝、地面。もうしょうがないのよ、夏のアスファルトは。あ、見えました、ほんのり見えました。シルバーのケースに赤のスプリングです。そうです。あ、ちょ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 、熱い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 。何今日やばい、これもうやめとく、この1台で今日。そうだね、もう終わる。あと3台ちょっとしんどいわ。あれどこの車庫帳なんですかね。知らん。もう心折れてる。頑張ろう、これ終わったら一旦アイス買いこう。アイス食べる。そうしようね。はい、というわけでこちらの86レヴィン見てきたわけですけれども、絶対高いぞ。まあでも500万以下っていうことは分かってるね。まあそうだね。まあ一旦だから諸条件を確認しましょうか。ああそうね、はい、年式が昭和58年、はい、昭和58年1983年、で車検は令和5年の12月24日、おイブまで乗れる。なるほど。走行距離10万キロ、うん、お短いね。短いです。ほら86回で言ったらかなり短いね。修復歴もない。歴なし。修復歴もない。おこの間鑑定受けた。あらないって言われた。素晴らしい。まあ、マフラー変わってます。車高調変わってます。ホイール変わってます。シート変わってます。うん、まあ、あと細かいのは ETC。はいはいはい、はい。カルツェルのオーディオ。まあそんなもんですね。さあおいくら ？86 って僕が18ぐらいの時に10万キロを超えてんのに100万円すんのかよ、イニディのせいだわとかって言ってたのよ。100万とか150万で、それがもうバン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 跳ね上がって200万300万の世界に入ってきてるわけですよ。さっきの車谷店長のヒント、値段上げて500万にしちゃおっかなって言ってたんで、まあ、500未満であることは間違いない。10万キロ歴なし土初期のレヴィン、こんな綺麗な状態で高いよ。478万円そんぐらいにするんじゃない、わかんないけど。いきます。はいはい。150万。3ニッパですか。思ってたより安い。400はくだらないと思ってた。それでもマジ、うん、で込み込みでこれ349万円です。あ、乗り出しでってことですね。なんでこのプライスなの。例によって管轄外プライス。いや別にそういうつもりもないよ。あ、そうなの。で、こんなもんじゃねって思った。あ、そうなんだ。俺がこんなもんじゃねって思った。なるほどね。この車で400は俺はやりすぎだと思った。言ってもこれでも、うん、GR86 買えるからね。そうだね。そう考えると、まあ、86の価格すごいなとは思うけど、これが欲しかった時代の金額から考えるとありえない金額なんだけど、現代の相場で見たら安いかもしれないっていう感じに見えますね。動画を撮るって普段俺が見るようか、車をやっぱ必然的に細かく見るわけですよ。はいはいはい。改めて見てこれ安いかもしれないってちょっと思った。思ったより綺麗だったみたいな。思ったより綺麗だった。こんだけノーマルが残ってるんだったら、ノーマルパーツ集めてノーマル風に戻してくっていうのもありかもしれない。選択肢としてね。なんかもうあとちょっとだからね、マフラー交換なんかわけないし、うん、オイルの交換だったりしもないし、椅子の交換だってわけないし、激しい作業はないないね。って考えると、まあ、一番はこの車庫帳っていうのがめんどくさいぐらい。ああ、まあそうね。でもね、純正やしね、あるんすよ。あ、そうなの。今ちょっとまだ届いてないけど、うん、純正足ここに届くんで、お、あの欲しかったらあげます。あげます。あげます。いや、あげます。むしろもらってほしい。何それ、どういうこと。そんなことがあるの。ある。あ、そうなんですね。まあ、これを買ったら純正足がついてくるそうです。ことですね。というわけで、こちらの A86 カローラレヴィン328万円、車体価格乗り出して349万円でガレージR本店で販売しております。詳細の方は概要欄の方に載ってますので、ぜひチェックしてみてください。そして
まあ、いつもだったらこのまま高評価とチャンネル登録って話で終わるんですよ。なー、違うんだよな。違うんだって。あ、違う、話すことがあるんだよ。あ、なんか言ってたんだよ。言わないといけないことがあって、まあ、ちょっと前にさ、深夜ドライブしたじゃん。スポット巡り行ったやつね。そうそうそう、ここに3時ぐらいに帰ってきたやつ。あの動画の終わりで7万再生いったら第2弾も考えるかなみたいな話してたと思うんですよ。ああ、言ったね。で6万5千くらいからすごいね、伸びが止まってた。だから、あ、もうあの8時から6時間もドライブするっていう苦行みたいな撮影やらなくていいんだって思ってたのね。今朝見たのよ、本店来るな。7万4千でした。わお伸びちゃったっていうことは、テロップがバンって出ますが、第2弾決定でございます大変なのよ、大変なのよ。あれだって埼玉からさ、経験のあたりを巡ってあの感じだったわけじゃない。この埼玉からさ、どっか移動するってなるとさ、必然的にそこそこの距離になるじゃん、ね、埼玉県がなかなかないじゃん、そういう場所は。戦いだ、もう一回。これはさ、うん、仕事中にやってっからいいのよ。そうね、何時間かかろうと、うん、勤務時間中だからね。あれ仕事終わってからやってっからね。そうだね、お金欲しい時給500円でいいからってことだよそうだね、そしたら3000円ぐらいになるね。3000円で頑張るわ、安っ俺確かに食ったラーメンで終わりだわ。そうだねいや、というわけで、まあ、ちょっとね、8月は僕がスケジュールなさすぎていけないかもしれないんですけど、走り屋スポット巡りは、第2弾が決定してしまったので。どこ行くの？あっち行っちゃう？北の方。あー、北ね。うん、埼玉から北行くと結構ほら有名な場所あるじゃん。 G 県かな、こういう車が走ってる。あと、まあ、僕の地元の方とかもまだ動画撮ってないんで、まあ、そういうところもちょっと行ってみようかな、まあ、みたいな。第2弾第3弾がもしかしたらあるかもしれないので。いや違うんだよな、第2弾もやらないといけないんだけど、約束だから。あ、そうね、はい、というので、皆様楽しみにしていてください。はい、はい、というわけで改めてこちらの86の詳細は概要欄に載ってるんで、みんなチェックしてみてください。そしてこの動画を見て面白いと思ってくれた人は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。さようなら。まだまだ撮るよっていつもなら言うけど、まだ撮るのかな。死んじゃうよチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。はい、OK です。